はい、よろしくお願いします。今回は数3の関数の極限6、対数関数をお送りします。で、今回はね、この5問やりますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、前回指数関数やりましたので、まあそれ今回対数でログに変わるんですけど、ぜひ指数関数の問題と対数関数の問題は両方セットで確認してもらえるとありがたいんですが、なぜかっていうと、この対数関数もね、ちょっとグラフが大事で、まあログちょっと書きましょうか、後で消しますね。まあ、ログ AX ってありますよね。で、これもグラフが2種類あって、この定の A の部分、この値によってグラフが変わりますと。だから指数関数と同じですね。で、条件も同じで、まあ、A が1より大きい時と、A が0から1まで、ね、定がね、によってグラフが変わります。で、A が、1より大きい時はどんなグラフかっていうと、対数関数は Y 軸の右側にしかないので、だんだんこっから、こう増えていきますよっていう。これが、定が1より大きいとき。で、定が1よりちっちゃくなると、逆ですね。こういう感じ。になっていきますと。だから、ログのこの、関数の極限やっていくときに、このグラフがまず頭にイメージしてもらいたい。頭の中でね。で、まあ、こっちの問題に関わってしまうんですが、先に、まあ、前回とね、同じようなことなので確認してしまうと、定が1より大きいとき、つまりこういうやつね、ログ3x、31より大きいんで、こういう問題のときは、プラス無限大に持ってった場合、x をね、そうすると当然無限大になっていきます。増え続けるからね。で、前回の指数関数は無限大になるか0に収束するかっていう話だったんですけど、グラフが違うからさ。ただ今回は、例えばこっち、左側に持ってくるとき、だんだん下がっていくのは、これマイナス無限大になります。マイナス無限大ね。だからゼロに収束がないんです。基本的な問題だったら。で、逆に、定が0から1まで、つまりこういうね、2分の1みたいな、の時には、プラス無限大に持っていくと、どんどん右に行けば行くほど下がっていくんで、マイナス無限大になりますと。で、左にこう持ってくる。左に持ってくると、どんどん増えていくんで、プラスの方の無限大になりますよっていう。あ、基本的な問題の時はね。っていうことになります。だから、それを使っていくと、まず、リミットね。まあ、x 無限大の時のログ3x。ログ3なので、上のグラフ、こっちを使いたいと。で、x をプラス無限大、どんどん右に持っていけばいいので、当然増え続けるから、答えは、プラス無限大になりますよと。で、2番が同じように x 無限大にしました。右に持ってってねって。で、ログ2分の 1x なので、こっちのグラフを使いたいと。右に行けば行くほど値は下がっていくので、答えはマイナス無限大になりますよと。で、さっき説明の時に、まあ、右の時は無限大って言うんですけど、左に近づけるって言い方をしてて、それは今回こう表します。x、まあ、プラス0です。プラス方向から0に近づける。これはマイナス無限大ではないんですよ。両方とも結局 y 軸の部分に近づけたいの。プラス方向ね。右から y 軸に近づけたいから、こう表します。だからこうなってたら左側に寄った時と思ってください。で、2分の 1x なので、下のグラフを使いたいと。で、下のグラフで左に来れば来るほど、近づけば近づくほど上に上がっていくから、答えはプラス無限大ですよっていう。だ、上3つに関してはほんとグラフを使うだけの問題なんですが、まずここが根本にあってほしいので、この3つ確認しておいてください。で、4号はちょっとね、変形が必要になります。で、まず4番は、なんかシンプルな感じがするんですけど、ここがちょっとめんどくさいんですよね。x じゃないっていう。で、このまま解くこともできないことはないんですけど、まあ、基本的には置き換えていきましょう。つまり、ここがね、ただ単に x みたいになってほしいので、
x 分の1を違う文字、まあ何でもいいんですけど、t とかって置きます。t と置きましょうと。で、そうすると、x が無限大ですよね。なので、t は0に近づいていきます。単純に考えると。これ今 tx 分の1なので、分母をどんどん増やし続ければ、0に近づけますよね。まあ今までやってきたやつと同じです。ただし、ここは厳密に言うと、こう書いてほしい。プラス0。まあプラス方向から0に近づく。これですね。で、なんでかっていうと、x 分の1。これをグラフに書いたとき、これ反比例なので、まあこうなわけですよ。まあこっちもありますけどね。もちろんね。で、x をどんどんプラス無限大、つまり右に持っていきたいと。状態としてはこうですね。こう持ってってる状態です。プラス方向どんどん行くとね。そうすると、だん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 このグラフ0に近づきますよね。まあ0に近づくと。ただし、見てわかるように、プラス方向から0に近づいていってるので、まあこう書いてほしい。特にログを使ってるからね、今は。っていう感じ。だから、こうなりましたと。で、x だったものを全部 t に変えて、リミット。t は今やったようにプラス方向から0に近づきますと。で、ログに x 分の1。ここを t と置き換えたので、こうなりましたと。ってなることによって、ここが t に変わったから、上の問題と全く同じです。で、大事なのはまず t。今2ですね。だからグラフとしては上を使います。で、プラス方向から0に近づけてるので、上のグラフで近づけるってことは下に下がってる。つまりこっち。だから、答え、マイナス無限大ですよと。というふうにやってください。で、ラストですね。ラストはちょっと入りきらないかな。ちょ、これは消して、グラフ残せたら残しますね。で、これはもう変形していきます。まあ、ログのね、特徴なので、それを使っていきましょう。さあ、入るかな？いきましょう。じゃあ、リミット、x。まあ、無限大。俺置いといて、ここですね。で、まず、こっちからいきます。ログの前に数字が出てると。で、これ、まあ、厳密に言うと、x が無限大だからとかって書く必要も出てくるかもしんないんですが、この2が、まず、肩につきます。2乗。こうですね。これ、ログのルールとして、ログ 3x2 乗になりますと。で、今、t が3と3で揃ってる。その時の引き算っていうのは、ログ3。引き算は、これ引くこれだったら、進数をこう持ってくることができる。だから、x2 乗分の x2 乗プラス1と。ここまでシンプルに変えることができます。で、これはね、まあ全体 x2 乗で割るって発想でもいいし、ちょっと、整理してもらえると、無限大、ログ3の1プラス x2 乗分の1と、こうなります。これもここは、あの、進数の部分、変形しただけですね。で、こうなることによって、まあ、今、x 無限大かけますと、リミット。かけると、x2 乗分の1。これはさっきと同じで、x、分母がどんどん増え続けるんで、こいつ0に持っていきます。まあ、収束してしまうと。つまり、下入る。あ、入るね。じゃあ、グラフ残しておきましょう。正確なんで。持っていくと、ログ3、ここが0なんで、ログ3、1になるんですよ。1だけ残る。1プラス0で1ね。で、ログに関しては、ログ、ほにゃらら1っていうのはもう0。なので、今回この問題は0に収束しますよっていう。これで終了となります。消さなくてよかったっていうね。A が1の、1より大きい時と、この時ですね。という問題です。なので、基本的には指数関数と同じで、まずグラフをね、頭に入れてもらって、まあ、この基礎的な、この部分はまず確認してほしいと。で、もちろん変形が必要なパターンも出てくるので、出てくればこういう感じで。やってもらえたらと思います。では、今回はね、この5問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。